日本現代文学研究会、現代日本小説体系第42巻より、前田川博一郎は、宮城県出身の小説家。日本のプロレタリア文学の勃興期における指導者の一人。被着出師として、仙台市仙台市川内大区長に生まれ、母方のおじのもとで育つ。1905年、宮城県立第一中学校を中退して上京し、徳富六下に指示。 1907年、ロカの支援を受けて渡米へ。13年間の対米生活中、皿洗いや、外交員や、庭師や法事新聞、日米集法記者などの職業を転々とする。この時期、英語で小説を発表。1920年に帰国。1921年、雑誌、中外に掲載された、三島選客で分断に登場。雑誌、種牧区人。 文芸戦線の論客として活躍し、ブルジョワ文学の代表者とされた、菊池博史と論争。しかし、プロレタリア運動への弾圧の激化によって、分断から抹殺される。太平洋戦争末期に、千葉県へ疎開し、千葉新聞社に勤務。晩年は、ロカの研究に専念していたが、脳一血で倒れる。動脈硬化と心臓ぜ息のため、 東京医科歯科大学附属病院で死去。去年69。ありがとうございます。